さんこんにちは、フィンガー5の正男です。よろしくお願いします。ついてたんですよ。そうめっちゃ早かったです。だから僕高校ぐらいの時にはアクションスターになりたいと思ってたんです。アクションチームにも入って学校って行けたんですか？学校ちゃんと行ってた。本当ですか？うちの親がパイロットになりたかった。でも好きな音楽をずっとやってるから、はい、夢かなハウス、ここは夢の詰まった空間。じゃあ次行きましょう。さあじゃあちょっとこちらから行きましょうか、はい、ダン人生最高の一曲。人生最高の一曲だ。ポイちゃんの人生の中で最高の一曲。いろんな好きな歌とかいろいろあって影響を受けた人もたくさんいるんですけど、ちょっとすっごくマニアックな話になるんですけど、僕の名前の由来って知ってますか？名前の由来って知ってますか？本名じゃないの？いや、本名じゃないですよ。芸名なの？芸名なの。俺ずっと本名だった。ホイっていうのはよくね、普通に日本の普通の名字と思って、保険の方に井戸のいいですかとか言う人いるんですけど、違う、あれはもともとカタカナのホイだったんですよ。それ今ひらがなにしたんですけど、香港映画が大好きで、昔アクションスターを目指した時にミスターブーという映画がブームになって、もうアクションだけでないコメディーもあって音楽が良かったんですよ。それでもうそこからホイ三兄弟というのがすごいスターになりました。そこから僕はホイをいただいたんですけども、その時の音楽を担当していましたサミール・ホイという方の大ファンになって、で香港で歌っ売ってたアルバムとかも買い漁ったりして、すごくサミール・ホイの音楽を聴いて影響を受けたんです。あ、やっぱそういうのがあるんだね。ただいろんな曲を聴いて、もういろんなバージョンの曲があるんです。だからジャンルが問わないというか、演歌っぽい曲もあればロックっぽい曲もあったりとかっていう、それで結構僕の音楽の幅が広がったんですけど、ただ人生最高の一曲っていうのをあえて言うなら言えないよ。言えないよ好きだなんて。郷ひろみさんの言えないよという歌が多分僕の人生最高の一曲になると思います。なぜかというと、TBS の、生放送で歌うカラオケの番組でこの歌を歌って生放送で100点を出して、おう、100万円の賞金をゲットしたんですよね。それが初めての？それがテレビのカラオケ番組で100点を出したのが初めて。へえ、はい、すごい。そこからカラオケの番組に呼ばれるようになったので、はいはいはい、ある意味最高の一曲というならば大きくしていけないようかなというふうに思ってます。僕の中の一曲っていうのはトム・ジョーンズなんですよ。思い出のグリーングラスっていうやつ。 Yes, they all come to meet me, I'm reaching. トムが、僕がね、小学校、あれかな、最大級だから小学校の3年か4年ぐらいの時にやった歌で、小学校3年生4年生の時にこういうの洋楽にハマるんですね。だって沖縄だから。あ、そうか。そう、うちの親父とおふくろが A サインバーっていう外国人専門のお店をやってる。あ、だから、だからジュークボックスの中には英語しかない。ジュークボックスがある環境にいるってことがすごいですよ。はいはいはい。だからそういうところで育ってるから、歌謡曲知らない。そういう、沖縄民謡はあっても歌謡曲は知らない。あ、そうなんですか。そう、あと外国の曲しか知らない。だからそういうところで育ってるから自然に。じゃあニーニーは英語が喋れるんですか？Oh, yes, of course. 急に振られちゃっても、その思い出のグリーングラスっていうのをやったら外人さんが涙を流したんですよ。だからアメリカの人たちからしたら、当時からベトナム戦争やってたから、はい、で機関兵、沖縄に急速に来る人が多かったんですよ、はい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 、でお金の半分を本国送って半分はもう湯水でも使うみたいな。そこで思い出のグリーングラス、あれは自分 の, その田舎の お父さんお母さんの歌を歌ってるので、その人たちからしたら、もうこんな楽器が思い出のグリーングラスを歌ったらもう思い出しちゃって。なるほど、ね、そこで、あ、やっぱり音楽ってそういうところなんだなって、は
ああ、でもそうかもしれないですね。そのメロディーにね、またその歌詞を乗っけていくことによって違う伝わり方をしていきますからね。そうなんです。心に響くというかね。だからそれがもう自分の中では最高の曲、思い出のグリーンです。そうです、そうです。ああ、そうです。はい、じゃあ、2位にこれ選んでいい？選んでください。じゃあ、俺はじゃあこっち行こうかな。はい。はい、ああ、夢つながりだな。これからの、だからさっきは小さい頃の夢でしょ、うん、もうこれからだね。これからですね。もう年老いていく。はい、はい、まあまあどうですかね。僕なんかはだからいろいろ人を楽しませたいってところまで来てるじゃないですか、うんうんうん、でまあ役者をやってデビューが役者でしたから、はいはいはい、その頃の夢っていうのはその役者から一回お笑いに行ったっていうのは、うん、実はそのお笑いで売れた方がいい役が来るんじゃないかなって、役者で地道に行くよりはお笑いで売れてポーンとドラマ出た方が絶対いい役だし、あとお笑いをやることによって漫才でもコントでもそうなんだけども、役者でほら5秒のアップね、1行のセリフってなかなかもらえないんですよ。でも漫才とかやったら3分間ぐらいずっとアップで好き勝手なこと喋れるじゃないですか。でそのやっぱり方向でお笑いに行ったんですよ。でそこからずっと巡り巡ってやっとここ10年ぐらいでさんまさんの再現ドラマで主役をやらせていただいてるんですよね。だからその役者で主役をやりたいっていうのも変な形で叶っているんですよ、うん、でこれからの夢ってなってきた時に実は本当に最近テレビの番組のナレーションの仕事が決まって、あ改めて顔を出さないでこの声だけで皆さんにこう伝えるっていう仕事をやらせていただいた時にいろんな声の方のナレーションを聞いてみた時に、あ、本当に皆さんすごく素敵な個性があっていいなって思ったんですね。これで新たな夢が一個増えたんですよ。あ、はい、FM のジェットストリームってありますよね。はいはいはい、ジョー達也さんがこのと思ってずっとやってますね。でいろんな方が実は声のいい方が継承してる。あ、そうなの。今福山雅治さんやってるんですよ。どっちかって言ってやっぱあれか、割と低音の方がやってるんで、ね、うん、そこ行きたいなってちょっと思ってました。行けます行けます、大丈夫です大丈夫です。ジェットストリームみたいな、ね、おいう感じのやつ、おばさんしびれちゃうよね。やってみたいなっていうのはちょっと今新たな夢の一つですね、僕はね。ああ、でもそれ絶対いいなと思う。うん、だから本当にいや、そうそうたる人たちがやってるので隙間がないと思うんですけど、万が一にもねチャンスがあったら、あとはなんかその声の仕事をもっといろいろできたらなと思うんですよね。将来の夢っていうのはどうなんですか。俺の将来の夢、はい、まあとりあえずフィンガー5というのは多分ねずっとこれからも背負ってるものがあるし、それをまあうまく活かそうと思えば、まあ、今こんなちっちゃなお店をイズレバーっていうのをやってるんだけど、地元の沖縄でそのニーニー村っていうのをやっぱりやりたいんですよ。山半分ぐらいにこうダーンとやって大きめのライブもできるようなお店も作りので、隣にちょっと施設で泊まりできるような施設もちょっとちっちゃいのね作りながら、すごい周りに畑もあるみたいな。すごく具体的な夢ですね。それはね最終的な夢、自分の中で。じゃあちょっと本当そういうニーニー村ができたら、うん、ちょっと僕もね遊びに行く。もちろんもちろん、もうそういう時はほらもうバン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 ね楽しんで、もうそういう飲み代のお金なんか取らないので飲み代以前に旅費の方が高いって話なんだけど、旅費はちょっと別にしていただいてお金これ早いよ、ペースが早い違う、置いとくから氷が溶けて、ね、水割りになっちゃう。なるほど。これごめん、でも氷は入れてくださいね。こうそうそうそう、ストレートじゃなくていいですよ。泡盛ですよ、泡盛。いっちゃんもあるでしょ、YouTube のチャンネルがあるんだけどね。やってます。なんかこういう企画みたいなことはあんまりやってないので、うん、ちょっとこれからまたやっていきたいなとは。お遊び、本当のそのお遊び的なものでもいいけど、はい、呼んでいただけます。あ、もうありがとうございます。あと本当はね、兄貴とか、うん、タイプなんかもね、それはねやりたい、一番いいなと思うんだけど、なかなかこううまい具合にいかないところがちょっとあれなんです。スケジュールが、ね、まあご覧になってる皆さんもそれはもう楽しみだと思うんだけど、はい、まあ歌やってないのっていうのもあるし、こういう
トークするのも もう慣れてないっていうか、まあ、でも今歌自体はだからもうやっぱりそのありがとう正雄さんと、うん、アキラさんか、はい、はもう歌はまた現役でこうやるんでね、うんうん、ただアキラさんは夢グループが忙しいと、はい、夢つながりだけどね、あそういう夢夢だね、こっちの方の忙しいのもあるから、うん、なかなかこうタイミング的に合わなくてね、そうですよね、だからなんかタイミングがあったらそのなんかそのフィンガーファイブと一緒になんか音楽的なことは、うん、やりたいですね、そうですよね、せっかくなんで、そうそう、それでだから今年、2023年の今年が、うん、はい、8月25日来ると50周年フィンガーファイブ、フィンガーファイブ、あーすごいね、どうなるのかな、50周年こちらは僕が今年ちょうど40周年40周年ありがとうございます、なんかこういう節目、周年って、うんうん、なんかやっぱこう、いろいろ意識しちゃうじゃないですか、そうだね、なんか、でもこの周年だからこそ何かがあの展開するんじゃないかとか、逆に気合を入れてやろうみたいなのってあって、だから僕は40周年っていうことであのたまたまですけども、あのそういうナレーションの初のね、レギュラー番組ができたりとかって言って、うん、ああよかったなって思ってた、はい、で逆にあのフィンガーファイブ的にはこの50周年どういう風な年にしていくんですか。そうね、本来ならばほら揃ってそのライブとかのもうね、それはでもね、それはもう本当に全国の人たちが待ってるのかもしれないけども、だって5の年ですよ、50周年ですよ、うん、フィンガーファイブですよ、やっぱり5人揃いたいじゃないですか、でしょ、それはもうもちろんそうなんだけど、はい、それがまたうまいうまいいかないですよ、なかなかそう簡単には本当にいかないのもうそれはもうずっとだいぶ前からずっと言われるようなことなんだけど、あでも多分皆さんもね同じようなことをそうずっと言ってて、兄弟だから簡単に行くんじゃないのみたいなこと言うけど、そうでもないです、やっぱりもうそれぞれのその生活があるし、そうそういうことなんですよね、そうだから難しいんですけど、と言ってね僕みたいなの偽物揃えるわけにもいかないしあれちょっと一人ちょっと違わないとかね、うん、まあそれも面白いっちゃ面白いんだけどね、だからやり方はどうあれ、まあとりあえず僕毎年自分のバースデーの時には、まあ、ほいちゃんも来ていただいたあのライブはやってるので、その中でその兄貴が来てくれたりとか太鼓が来てくれたりとか中でしかやってないんですけど、まあ、フィンガーファイブが50周年でしょ、うん、そして僕は多分ねこのお店の周年パーティーには何回かね、そうですね、お邪魔させていただいたりはしてますから、はいはい、やっぱその周年ということであの記念になる思い出になるようなことっていうのはなんかいろいろやっといた方がいいとは思うんですよ、そうだよね、うん、ファンの子たちが喜んでくれることなんかやろうかなとは思います、はい、はい、ぜひそうしましょう、はい、今だから話せる丸パスはねいいのそれ、はい、だからやっぱ若い頃に戻りたいっていう気持ちを入れたなと思います、それでそっから裏声が自然の裏声が出なくなっちゃって、パチンコで暮らしてたっていう話があって、ニューハーフにモテるんですよ、あらおい他に童貞ちょっと待ってよおいあ、言ったな今言った、